各都道府県の人口1位と2位の都市を見ると、群馬県高崎市と前橋市のように隣り合っている都市もあれば、静岡県浜松市と静岡市のように大きく離れて全く異なる都市圏を形成していることもあります。そこで各都道府県人口1位と2位の都市間の移動距離を調べランキングしました。今回は距離が遠い方から順に紹介します。第47位、北海道。札幌市から旭川市、移動距離は137キロ、移動時間は車で1時間52分、直線距離は114キロです。第46位、広島県。広島市から福山市、移動距離は99キロ、移動時間は1時間30分、直線距離は84キロです。第45位、山形県。山形市から鶴岡市、移動距離は92キロ、移動時間は1時間29分、直線距離は69キロです。第44位、長崎県。長崎市から佐世保市、移動距離は 90.9 キロ、移動時間は1時間15分、直線距離は50キロです。第43位、鳥取県。鳥取市から米子市、移動距離は90キロ、移動時間は1時間27分、直線距離で82キロです。第42位、青森県。青森市から八戸市、移動距離は85キロ、移動時間は1時間38分、直線距離は71キロです。第41位、静岡県。浜松市から静岡市、移動距離は84キロ、移動時間は1時間22分、直線距離で67キロです。第40位、福島県。郡山市からいわき市、移動距離は 83.7 キロ、移動時間は1時間18分、直線距離で61キロです。第39位、和歌山県。和歌山市から田辺市、移動距離は80キロ、移動時間は1時間12分、直線距離で59キロです。第38位、岩手県。盛岡市から奥州市、移動距離は 74.8 キロ、移動時間は1時間2分、直線距離で62キロです。第37位、山口県。下関市から山口市、移動距離は74キロ、移動時間は1時間4分、直線距離で55キロです。第36位、福岡県。福岡市から北九州市、移動距離は71キロ、移動時間は1時間5分、直線距離で55キロです。第35位、長野県。長野市から松本市、移動距離は 69.8キロ、移動時間は1時間13分、直線距離で50キロです。第34位、秋田県。秋田市から横手市、移動距離は 69.7キロ、移動時間は1時間1分、直線距離で60キロです。第33位、茨城県。水戸市からつくば市、移動距離は 67.9キロ、移動時間は1時間2分、直線距離で47キロです。第32位、兵庫県。神戸市から姫路市、移動距離は65キロ、移動時間は1時間7分、直線距離で49キロです。第31位、新潟県。新潟市から長岡市、移動距離は63キロ、移動時間は1時間、直線距離で55キロです。第30位、宮城県。仙台市から石巻市、移動距離は 51.4キロ、移動時間は1時間4分、直線距離で42キロです。第29位、佐賀県。佐賀市から唐津市、移動距離は 51.1キロ、移動時間は1時間8分、直線距離で37キロです。第28位、三重県。四日市市から津市、移動距離は50キロ、移動時間は51分、直線距離で30キロです。第27位、熊本県。熊本市から八代市、移動距離は49キロ、
移動時間は1時間2分、直線距離で34キロです。第26位、宮崎県。宮崎市から都城市。移動距離は48キロ、移動時間は53分、直線距離で40キロです。第25位、鹿児島県。鹿児島市から霧島市。移動距離は 41.6 キロ、移動時間は52分、直線距離で25キロです。第24位、愛媛県。松山市から今治市。移動距離は 41.5 キロ、移動時間は1時間9分、直線距離で33キロです。第23位、愛知県。名古屋市から豊田市。移動距離は38キロ、移動時間は44分、直線距離で25キロです。第22位、島根県。松江市から出雲市。移動距離は36キロ、移動時間は42分、直線距離で29キロです。第21位、栃木県。宇都宮市から小山市。移動距離は34キロ、移動時間は53分、直線距離で28キロです。第20位、香川県。高松市から丸亀市。移動距離は31キロ、移動時間は43分、直線距離で24キロです。第19位、沖縄県。那覇市から沖縄市。移動距離は27キロ、移動時間は41分、直線距離で19キロです。第18位、徳島県。徳島市から阿南市。移動距離は24キロ、移動時間は42分、直線距離で19キロです。第17位、奈良県。奈良市から橿原市。移動距離は23キロ、移動時間は46分、直線距離で20キロです。第16位、富山県。富山市から高岡市。移動距離は 22.3 キロ、移動時間は39分、直線距離で18キロです。第15位、岐阜県。岐阜市から大垣市。移動距離は 21.8 キロ、移動時間は39分、直線距離で15キロです。第14位、京都府。京都市から宇治市。移動距離は21キロ、移動時間は44分、直線距離で14キロです。第13位、滋賀県。大津市から草津市。移動距離は 18.5 キロ、移動時間は31分、直線距離で10キロです。第12位、大阪府。大阪市から堺市。移動距離は 18.3 キロ、移動時間は23分、直線距離で14キロです。第11位、岡山県。岡山市から倉敷市。移動距離は 17.9 キロ、移動時間は40分、直線距離で16キロです。第10位、千葉県。千葉市から船橋市。移動距離は16キロ、移動時間は39分、直線距離で15キロです。第9位、神奈川県。横浜市から川崎市。移動距離は15キロ、移動時間は29分、直線距離で11キロです。第7位、福井県。福井市から堺市。移動距離は 13.5 キロ、移動時間は31分、直線距離で11キロです。第7位、大分県。大分市から別府市。移動距離は 13.5 キロ、移動時間は27分、直線距離で12キロです。第6位、埼玉県。埼玉市から川口市。移動距離は 11.7 キロ、移動時間は37分、直線距離で9キロです。第5位、高知県。高知市から南国市。移動距離は 11.3 キロ、移動時間は29分、直線距離で10キロです。第2位、群馬県。高崎市から前橋市。移動距離は 10.9 キロ、移動時間は28分、
直線距離で9キロです。同じく2位、石川県金沢市から白山市、移動距離は 10.9 キロ、移動時間は29分、直線距離で9キロです。同じく2位、東京都世田谷区から練馬区、移動距離は 10.9 キロ、移動時間は41分、直線距離で10キロです。第1位、山梨県甲府市から甲斐市、移動距離は 6.3 キロ、移動時間は17分、直線距離で5キロです。